パズーと、誰だっけあれ。パズー。パズーと、あの女の子はだね。シータ。シータ。シータを追いかけるムスカ。どこへ行くというのかね。どこへ行くというのかね。続きまして、モノマネ、モノノケ姫で、あのあいつと主人公と、主人公と、明日かね、明日かね、明日かと、サンの お母さん、あの狼、狼ね、あのの喋ってるシーン、サンの歯磨きよ、サンを俺にくれ、サンは人間の子だ、お前に。お前さ、苦しい。なんかあったらそれや。続きまして。続きまして。一人みたいだよもう。続くのか。風の谷のナウシカで。ジブリ好きだな。いや、紅の豚で。あの主人公が合間に歯磨くんだよ、主人公が喋る合間にアメリカ野郎にやられるシーン。おい、行かれちまったぜ。頑張ってくれよ、エンジンちゃん。続きまして、どういうか、続きましてね、続きまして、もののけ姫より山の神を、山の神がデイダラ墓地に変身するスキン。学祭、学祭いけるよ、あのはいけるよ、あのはいけるね、お前、おきっくりしよ、もうどういう感じで来た来たやばいな、こいつ春の国志よね。ヒンという犬のモノマネ。続きまして、アールの動き手でアールがソフィーに問いかける一言。ソフィー、ソフィー、ソフィー、 AKB 48。続きまして、食べたっていう。マジの宅急便でトンボと主人公が自転車に乗って飛行船のところへ行こうとするシーン。今考えてる。曲がるときは体重移動しないと曲がらないんだ。分かってます。意味がわからねえ。続きまして、わかんない、今考えてるからすごい思う。彼はまあの何アドリブでこんなやれんの。崖の上のポニョでラストシーンでポニョが言う一言。ポニョ人間になる。全然全然全然ポニョ主に受けなかった時にあれ。続き
きまして天空の城ラピュータでパズーとシータを追いかけるムスカのモノマネどこ行くと言えばかない果たしてよ48 終わり。それそれ